宮川総合自動車学校は、三重県伊勢市佐八町にあった自動車教習所、1984年に並行した。1960年8月1日に、伊勢市中島町の宮川河川線時期内に自動車練習所として発足、1962年5月1日に、三重県公安委員会指定を受け、実地試験免除の自動車学校となる。また、 九百六十八年一月二十九日には、三重県南西地区では、初めての託児室や市長閣教育施設を備えた、鉄筋三階建ての新校舎を設置する。宮川河川敷改修のため、建設省の保障を受け、新たに、伊勢市佐八町に、従来の三倍以上の教習所を、建設、九百八十年三月六日に点、宮川総合自動車学校と改称し、 翌日開校する。経営悪化に伴い、1984年4月21日から新規入校を打ち切り、同年6月25日限りで閉校する。閉校後の1985年10月に、玉城鉄工所の本社工場が学校跡地に移転してきている。1980年の教習所建設予定地が近畿自動車道伊勢線の予定ルートにかかっていたため、 三重県や伊勢市から後ろへずらすように指導を受けたことにより余分な用地を約2万平方メートルを買収することとなった。学校側の言い分では県や市が土地の転売を禁じ早期に手当てするとのことであったため短期借入金で賄っていたが県や市の対応が遅れたことにより借入金の利息が経営を大きく圧迫ようやく1983年になり 土地の3分の2を県や市が買ってくれたが遅すぎた。加えて免許取得ブームが去り、教習所を従来の市街地から山間部へ移転したことにより教習生が減少。先行きの見通しが立たず、これ以上経営が悪化しないうちに自主的に平行に踏み切った。としている。ありがとうございます。